カタールワールドカップでは三笘が少ない出場時間ながらも攻撃の起点となり大活躍していましたよね。この三笘の活躍から世間では三笘は今世界で見たらどれくらいすごいのかという議論が起こっており、様々な意見が飛び交っています。そこで今回は当チャンネルのアンケートのコメントや独自の意見をもとに現時点での左ウィング最強ランキングトップ10を作成してみました。ぜひ最後までご覧ください。10位ラファエル・レオン。10位にランクインしたのは現在セリエ A のミランに所属している23歳の大型アタッカーラファエル・レオン。10代の頃から有名な選手ではありましたが、ここ数年で急激に成長し、クリロナの後継者の一人として手がつけられない選手へとなりつつあります。そんなレオンの一番の特徴は破壊力抜群のドリブル。1対1の破壊力ではセリエ A 最高クラスとも称されており、一人で試合を動かすようなプレーを多くの試合で見せています。さらにもともとセンターフォワード起用も多かったため、今シーズンはリーグ戦15試合で7ゴール4アシストと素晴らしい決定力を見せているんです。チャンピオンズリーグでもゴール、アシストともにしているので、今後のさらなる活躍が楽しみな選手ですよね。9位アンス・ファティ。9位にランクインしたのは2019年にバルセロナでプロ契約を結び、8月にクラブ史上2番目に若い16歳298日でトップチームデビューを果たしたバルセロナの新10番アンス・ファティ。2020年11月に左膝半月板を損傷して手術を受け、しばらく戦線を離脱していたこともあり、最近までなかなか活躍を見せられていませんでしたが、2021-22シーズンから復活。ファティの最大の武器でもあるドリブルは一級品で、スピードに乗ったドリブルからキレのあるターンや切り返しなどを得意としており、絶好調時のファティのドリブルは止められる気がしませんよね。バルサの財政難により売却の噂も流れていますが、今シーズンは1月5日時点で15試合に出場し、3ゴール3アシストと少しずつ結果を出し始めているため、怪我からの完全復帰に期待したいですね。7位タイマーカス・ラッシュフォード。三笘薫。7位にランクインした1人目の選手は現在プレミアリーグのマンチェスターユナイテッドで活躍しているマーカス・ラッシュフォード。2021-22シーズンはユナイテッド自体がスールシャール監督の解任やラングニック暫定監督の就任とシーズン終了後の解任など大きく揺れた時期でもあり、ラッシュフォードもリーグ25試合で4ゴール2アシストと結果を出せていませんでした。しかし2022-23シーズンにテンハーグ監督が就任してから大きく変わり、1月5日時点で17試合7ゴール3アシストと昨シーズンを大きく上回る結果を残しています。さらにワールドカップでも5試合で3ゴールを決めるなど得点力の高さを発揮。ラッシュフォード自身も昨シーズンとは全く違うマインドセットでやっているんだ、成長の仕方に満足しているし、このまま続けていけるといいね、とのコメントを残しており、今シーズンへの意欲を示しています。そして、同率で7位にランクインしたのが、現在プレミアリーグのブライトンでプレーし、カタールワールドカップでは出場時間こそ短かったものの、圧倒的な存在感を示した三笘薫。そんな三笘の実力について、サッカーファンの間ではたびたび議論の対象となっており、世界基準で見たら三笘は左ウイングの中でトップ30がいいところ、いや突破力もネイマールとかと比べると全然劣るというような批判的な意見もたびたび見られています。しかしカナダのサッカー分析集団が発表したとあるグラフを見たところ、三笘の突破力がプレミアリーグでナンバーワンであることが証明されたのです。そのグラフがこちら。ベストドリブラープレミアリーグウィング部門と題されたこのグラフは、縦軸をボールを前方に運んだ回数、横軸をペナルティーエリアにボールを持ち込んだ回数とし、それぞれ90分換算の平均値を示しています。上位にベルナルド・シューバやスターリングなどえげつないメンツがいる中、これらの数値で突き抜けてトップにいるのが我らが三笘なのです。とはいえ比較対象選手はプレミアで800分以上プレーした選手のみで、三笘は途中出場が多いため現時点では800分に到達していません。言ってしまえば非公式のデータなのですが、これから出場時間を伸ばしゴールやアシストといった数字がついてくれば、今後トップ3に入る可能性も十分にあると言えるのではないでしょうか。
今回は甲乙つけがたいので、この2選手を同率で7位としましたが、皆さんはどちらの方がうまいと思いますか？6位、ルイス・ディアス。6位にランクインしたのは、現在プレミアリーグのリバプールで活躍しているルイス・ディアス。ディアスは右利きで、左サイドに配置されることを好み、ドリブルでカットインからのチャンスメイクやフィニッシュを得意としています。スピードや体の強さも一級品で、多少のコンタクトでは動じず、スピードに乗ってからのターンなどもディフェンダーの脅威となっていますよね。その高い攻撃力から、2021-22 シーズンは59試合に出場し、22ゴール8アシストと素晴らしい結果を残しています。現在は怪我に苦しんでおり、回復のめどが立っていないようですが、ディアスの代わりを務められる選手はそういないので、回復を祈るばかりですね。5位、ソン・フンミン。5位にランクインしたのは、昨シーズンにプレミアリーグにてアジア人初の得点王を獲得した韓国のスーパースター、ソン・フンミン。ソン・フンミンは高い得点力だけではなく、ポジショニングの良さや逆足精度はもちろん、オフ・ザ・ボールの動きは世界トップクラスの選手です。その実力は数字にも顕著に表れており、2016-17 シーズンから2021-22 シーズンの6シーズンは全て10ゴール以上を記録。さらに2019-20 シーズンと2020-21 シーズンに関してはアシスト数も2桁に乗せているんです。今シーズンはシャドウの位置を担っており、以前ほどの爆発的なプレーは見られませんが、それでも左ウィングとして5位にランクインするほどの実力はあるのではないでしょうか。3位タイ、ネイマール、ビニシウス・ジュニオール。3位にランクインした1人目の選手は、現在リーグワンのパリ・サンジェルマンにて15試合11ゴール10アシストと、とんでもない結果を残しているネイマール。ネイマールの凄さは何といってもドリブルですよね。南米選手独特のリズムや、シザースやヒールリフト、シャペウなど多彩な足技でディフェンダーを翻弄したかと思えば、反発ステップを使って一気にぶち抜く場面も見られます。さらにパス精度も非常に高く、長短を織り交ぜた精度の高いパスで決定的なチャンスを演出することもできるんです。その能力は左ウィングだけでなく、トップ下でも遺憾なく発揮しており、ディフェンダーからすればこれほどまでに嫌な選手はなかなかいないでしょう。そして同率で3位にランクインしたのは、現在レアルマドリードで活躍しているブラジルの若き天才、ビニシウス・ジュニオール。そんなビニシウスは2019-20 シーズンは29試合で3ゴール1アシスト、2020-21 シーズンは35試合で3ゴール3アシストと、なかなか結果が出ていませんでした。しかしアンチェロッティ監督が就任した2021-22 シーズンから覚醒し、ベンゼマとのホットラインを構築して35試合で17ゴール10アシストと大活躍。少ないタッチ数でシュートを打つというアンチェロッティ監督のアドバイスを受け、もともとあった足元の技術に決定力が加わり、誰も手に負えないような化け物ウィンガーが誕生しました。それは大舞台でも変わらず、2021-22 シーズンのチャンピオンズリーグ決勝では決勝点となるゴールを決めるなど、レアルに欠かせない選手へと昇華。まだ22歳で、これからさらに成長の余地があると考えると本当に恐ろしいですね。こちらも甲乙つけがたく同率にしたので、皆さんの意見もぜひコメントで教えてください。2位、サディオ・マネ。2022年夏からドイツ・バイエルン・ミュンヘンへと移籍し、タイトル獲得にも貢献しているサディオ・マネ。そんなマネの大きな武器は圧倒的なスピードにあります。ギアを入れてからトップスピードに持っていくまでの速さがとにかく速く、そのスピードを維持しながら相手を抜くテクニックも持ち合わせているんです。さらに決定力も高く、キーパーとの1対1はもちろん、強烈なミドルシュートでネットを揺らすこともできます。これほど攻撃の能力が高い選手は前線に張っていることが多いのですが、無尽蔵のスタミナを持っているマネは自陣まで戻って献身的な守備を見せたり、前線からのプレッシングも忘れないところも大きなポイント。それらの総合的な能力ではマネが1位と言っても過言ではないのですが、当チャンネルではこの選手を1位にしました。1位、キリアン・エンバペ。現在パリ・サンジェルマンに所属し、4シーズン連続でリーグワン得点王に輝いている怪物キリアン・エンバペ。
エンバペの凄さは何といってもチート級のスピードですよね。フランスのサッカー記者によると、エンバペは最高速度で時速 44.7 キロを記録し、これはボルトが60メートルから80メートルのトップスピードに乗った時点の数字に匹敵すると言われているんです。実際にカタールワールドカップでもプレミア最速のサイドバックと言われているカイル・ウォーカーをぶち抜くほどのスピードを見せ、ファンからはウォーカーがあんな形で抜かれるの見たことない、鳥肌立ったなど驚きの声が多く寄せられています。さらにスピードに乗らずとも相手を抜けるテクニックや決定力も持ち合わせており、エンバペがボールを持つだけで何か起こるようなワクワク感を与えてくれますよね。ワールドカップ決勝のアルゼンチン戦でハットトリックを決めるなど大舞台にも強く、エンバペが最強の左ウイングで納得できる方も多いのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。今回は当チャンネルで行ったコミュニティの意見や独自の判断でランキングを作成しましたので、皆さんの異論もどしどし受け付けております。他にも皆さんが思う左ウイング最強ランキングの意見をぜひコメントで教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。